10分ちょっとでわかる月のミト。キリーツ、気をつけ。こんにちは、月のミトです。私の英語力わかっていらっしゃる方もいるかと思うんですけど、I play tennisとかならわかるんですけどね。あまりにもね、高度な英文法を使われると私、まだ義務教育が終わって少し経つとかそういう感じなので、成績優秀じゃないのか、まあ私ね、頭脳明晰、容姿端麗、ポケモンマスターっていう風な異名もね、持っているぐらいな優等生ではあるんですけれども、ちょっとカバーしきれない英語もね、多々ございますので。もうさ、勢いよく開けるのやめない？そういうさ、ガチャガチャガチャみたいな音でこっちはさ、心肺停止するんだよね。人のね、心臓の生涯鳴らせる音の数って決まってるんですよ。それをね、消費させるのは良くない。ちょっと待って、本当に嫌な予感がする。本当に嫌な予感がする。ねえ、BGM 盛り上がんないでくれる？ねえ、ここんじゃない。ここんじゃないんですよ。BGM で盛り上がりを見せるのをやめなさい。ねえ、盛り上がるのやめて。BGM で。え？コンじゃないから。おい。F。はい。充電気をつけて。充電少な。え、これちょ。よいしょい。これでやろ。まあ、いらんやろ。暗視モードなんて。やっぱいるわ。ねえ、何？どなた？元気を出せって行こうよ。ドゥレイリッツ。何？ファック？お、なんだ？ファックだと？許さねえからなお前。おるやんけ。おるやんけ。どなたかおるやんけ。今結構リズム良かったですね。あ、今のオートマット素材用に言ったんで嘘ですけど。人、おるやないですか。安心した。はい、こんにちは、人。あ、待って、人じゃない、これ。これ、人じゃないわ。近くで見たらなんか人じゃなかったわ。これ。あ、あ、ロッカー行けと。ロッカーに行けと。あ、なんか来てないですか。なんかいらっしゃってません？英語わかんないから何言ってるかわかんない。これは得してるのでは？だってどんな怖いこと言っててもわかんないじゃないですか。初めて私の語学力に救われましたね。なんかおる。誰か来てる今。おるし。そいつ味方やで。ほんまに？え、本当に味方なの？なんか味方ですよみたいなことをなんか何人も言ってるんですけど。え、重要人物？マジか。騙されるな。あいつはヘテロやぞ。いいじゃないですか、別に。ヘテロでなんか悪いことあるんですか？あ、いた！味方！え？何？え、みんな味方って言うからさ。ちょっと待って。味方って言ったじゃん。ねえ。本当にそう思ったんだけど、みんな味方って言うから。ねえ。おい。キリーツ、気をつけ。こんにちは、月のミトです。こちら、隠しサイトって皆さんご存知ですか？ URL がどこかに隠れてるよとか、リンクがどこかに隠れてるよみたいな感じのサイトが一時期ちょっと流行っていた時があって、で、そういうね、部類のやつです。10年前のネットかよ。皆さんと一緒にネットの真相を見ていきましょうという回でございます。はい。覚醒剤やめますか？覚醒剤やめてどうしますか？覚醒剤を追放しよう。アングラだなぁ。あ、初めてバッドエンド行きましたね、これ。掲示板見てみよう。ナッツ。BBS ナッツ。え？びっくりした。いいちゃん、好きですじゃないんですよ。バッドエンド先回りされてるじゃないですか。ちょっと。
あんまりこれ荒らしと見なされかねないんで、ちょっとやめてあげてくださいね。これマジで、そういえば迷宮っていうアドベンチャーゲームあったな、懐かしいな、久々に行ってみようって思ってみたら、なんか洗濯機だのムカデだの書いてあったら、はい、何これみたいな感じになりますからね。普通にね、荒らしと見なされますから、皆さんそこら辺はちゃんとネチケットをお守りください。ネチケットって久々に聞いたネチケットって言葉、そういえば死語ですねそういえばネチケットって言葉久しく聞いてないなって思ったけど起立、気をつけ。登録者数6万人突破、本当にありがとうございます。よいしょ、ちょっと待って、スマホ持ちながらだから すごいカメラがブレてる。美味しいコロッケを作ろう。3番目、私は自分が人間なのか蝶なのかわからなくなっていたって書いてあってやっぱ3を選びたいところなんですよね。そもそもコロッケってなんだろう。じゃがいも料理、揚げ物料理、わかんないとりあえず3のわかんないをちょっとクリックしていきたいと思います。飛ばしてますね。私は神ですが、今のところ結構好きな選択肢なので、これをやっていきたいと思います。はい、私は神ですじゃあちょっと投げてみましょう。え、なになになに、え、かまいたちの夜、なに今の音、カズミって誰だ。いやー、スッペラピッチョンの魔力にはかなわないですねスッペラピッチョン、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 スッペラピッチョン。じゃがいもと話す。はい。なんか、じゃがいもとの会話になりましたね。潰してみます。へぇ。俺も年貢の納め時か。いつかはこうなると思ってた。さ、この急にノベルゲーテイストになるのは何なんですか？あ、普通に平然と続いていくんです。潰して捨てるって酷すぎません？そんなこと言われたら捨てたくなるじゃないですか。はい、捨てます。この大量のドロドロは、え、ちょっと待って待って待って極刑言ってんじゃないですか。私、極刑になってるじゃないですか。私のリスナーさんがね、私のためにね、ゲームを作ってくださいました。雑草特注のクソゲー。クソゲーかどうかはわかんないですからね。始める。道端に生えているクローバーを集めて、スコアを増やそう。左右の木に当たったりもみじを拾うと体力が減っちゃうよ。たまにいるムカデを拾うとスコアが2倍に。これ普段じゃ考えられない基準ですよね。もみじ拾って減点で、ムカデ拾ったら加点ってちょっと、あんまわからない方のためにね、一応説明いたしますと、まあ私がね、小学生の頃雑草をよく食べてて、クローバーを結構好んで食してて、で、もみじはめちゃくちゃにまずいと。で、まああんま好んでなかったわけですね。で、まあムカデっていうのはよくわかんないです。はい、じゃあ、オッケー。やっていきます。はい。じゃあ、クローバー、はい。はいはいはい。ムカデジ拾っていきます。ピロリロリンじゃないですけどね。はい。あー、やばい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 。あー、むずい。結構むずいぞ、これ。ちょっとコツをつか、ツイッターでつぶやく。雑草、926,600食べました。じゃあ、ちょっとやっていきます。はい。エンドレスだから人生に自問。セレブ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 。いやー、皆さんね、どうして自分がこのように生を受けたのか、まあ日頃気になっているところではあると思うんですけど、思うんですよ。ただね、まあ私の考えとしてはですよ、どうしてこの世に生を受けたかっていうのは私あんまり深く考えてないんですよ。ただ、やっぱり自分のやりたいことをやってから生を全うしたいじゃないですか。なんで、私はね、自分のね、死ぬまでにこれはやっておきたいなっていうことを
日頃ねちょっとメモで書き留めてるんですよ。このように生を受けたかどうかっていうのは私そんな気にしてないというか、楽しむために皆さん生まれてきたわけですから、そういう意味で言ったら、これをやるまで死ねないなっていうね、自分の目標みたいなのは、もう軽いね、もうもつ鍋食いたいとか、そういうものでもいいから、箇条書きとかにしてね、文字にしていくと結構人生ね、明るく見えたりとかもするんじゃないでしょうか。自分がいかに人生を楽しめるかっていうのは自分の工夫一つで変わるものですから。皆さんもね、ぜひそういう試みをやってみて、で逆にね、こういうことやってみたら楽しいよとか、委員長ちょっとこれやってみないっていうことがあったらね、ぜひぜひ私に積極的に教えてください。まあ、なんか自分はこれをしないと死ねないなだとかね、そういう皆さんの意見を聞かせていただけたら本当に嬉しいです。はい、それでは人生の疑問も解消できたところで戻っていきたいと思います。起立、気をつけ。皆さん、こんにちは、月の水戸と申します。ボイスチェンジャーでもしますか、私。こんにちは、月の水戸です。起立、気をつけ。気持ちやんけ、そうですか。言ってほしいセリフとかあったら、俺言うよ。何でも言うよ。キリトかな、やっぱ昔からキリトに似てるってよく言われる。ミト可愛いぜ。イケボに関わらな、ごめん、俺すがイケボだからさ。一応オタクだけど彼女いるし、俺って弾けない性格だし、そこら辺とかめっちゃ似てるって言われる。握力も31キロあって、クラスの女子にたかられる。彼女いるからやめろ。俺、これでも中1ですよ。彼女はアスナニです。聞いてね。頼むから喋んな。息継ぎが辛い。俺、息継ぎ辛いかな。ねえ、みんな、俺の息継ぎ。辛いかな。ルイズ、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 うわあ、ルイズ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 、うわあ、くんかくんか、くんかくんか、スーハー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 、いい匂いだな、くんかん、ルイズフランソワさんの桃色ブロンドの髪をくんかくんかしたいよ、くんかくんか、ちょっと待って、間違えた、モフモフしたいよ、モフ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 、カミカミモフモフ、カリカリモフモフ、キュンキュンキュン、小説12巻のルイズさん可愛かったよ、うわー、アニメ2期放送されてよかったね、ルイズさん、可愛い、ルイズさん可愛い、コミック2回も発売されて嬉しい、いやーにゃんきゃーくわー、コミックなんて現実じゃない、小説もアニメもよく考えたらルイズちゃんは現実じゃない、にゃーん、うわそんな、いや、はるきりにゃ、このチキショメ、やめてやる、現実なんてやめて、見てる、表紙へのルイズちゃんが僕を見てる、表紙へのルイズちゃんが僕を見てるぞ、ルイズちゃんが僕を見てるぞ、挿絵のルイズちゃんが僕を見てるぞ、アニメのルイズちゃんが僕に話しかけてるぞ、よかった、世の中まだまだ捨てたもんじゃないんだね、やっほー、僕にはルイズちゃんがいる、やったよ、決定一人でできるもん、コミックのルイズちゃん、いやー、アン様、シエスタ、アンリエッタ、タバサ、俺の思いをルイズに届け、ハルゲニアのルイズへ届け、あったないですよ、私商品がカゴに帰っちゃっただけで、じゃあ返します、商品返します、商品返します、それでいいですか、じゃあ今家帰ってって1万円取りに行くんでいいですか、それでお金払えばいいですか、本当通報だけはやめてください、お願いします、旦那には黙っててほしくて、今小学生の娘もいるんですよ、小学生も娘もいるから、初めてのチュー、君とチュー、アーペンコーファーファー、みんな月の水戸だよ、今日は武道館にこんなに集まってくれてありがとう。それじゃあ聞いてください、モスラの歌、モスラや、モスラ。落とせよ、落とせよ。緊急事態、緊急事態。あ、じゃあこれで小芝居できそうですね。なんか。緊急、緊急。
通行止めに暴走族のバイク通行止めに暴走族のバイク入りました。今すぐ止めてください。本当にやってないって。止めるのやめろ。バイク通せ。おい、それしか仕事ないのかよ。バイク止めなさい、バイク止めなさい。あなた何歳ですか？18歳。18歳？見た目未成年にしか見えないんですけれども。あなたちょっとこっち来なさい、こっち来なさい。あなたやめろよ。18歳じゃ悪いか。なんだ、未成年だと夜歩いちゃいけないんですか？この道路はあなたのものですか？おい、誰のものとかそういう話は今していないでしょ。こっち来なさい、あなた。おい、ちょっと警察なめとんちゃうぞ、こらちゃんとね台本ね、考えてからやりましょう、今度からね。はい。